はいこんにちはジャニーザイエノでーすいやあ、キンプリ様のね、冠番組、キンプル。いや、今週もね、最高すぎましたね。いや、今回は、当たり前レストランと、突然世界の朝ごはんということでね、まあ、やっぱり、岸平コンビがもうね、良すぎてね、僕は感極まって、泣いちゃいましたね。そして、この感動を共有しようと、SNS を見ていたら、 ちょっとね、まあ、残念なことにねこんな書き込みがあったんですよね。「キンプリお友達ごっこ」とかね「シと平野さっさと解散しろ」っていうね書き込みこれについて僕が思ったことはいやーふざけんなよって思いましたね。キンプリの、まあ、メンバー間の苦労や絆のね、まあ、深さをね、知らずしてね 外野が勝手に叩いいててんじゃねえよって思いましたねそれにね彼らは歌もダンスもで上手いしねイケメンスター集団であってね本当に解散がね惜しまれている日本一いやねもう世界一のアイドルだからねこうやって匿名の SNS でね、まあ、無責任に叩くことはねもうやめてね欲しいなってやめていただきたいなって思いましたね。 そしてね、来週の『キンプル』はね、まあ、アテレコナンバーワン決定戦とかね人気声優の浪川大輔選手権っていうのがあ,るありますのでねまた是非皆さん見てくださいね。ありがとうございました。でかった